1>, 1番福岡の小玉葵選手です。はい、えー、2日間走ってみて、まあ、日に日に足の感じも良くなってる感じがします、えー。決勝戦はすごいいいメンバーが集まったので、あのしっかり自分らしいレースをしたいなと思います。えー、連日たくさんの応援ありがとうございます。えー、しっかりあの九州なんで優勝して帰れるように頑張りますので、あのぜひ応援よろしくお願いします。 2番、東京のマシモ・ルルコ選手です。2>, えー、2日間走ってみて、えー、でちゃんと動けているので4着ですが、足は悪くないと思ってます、えーっと。決勝戦本当に強い選手ばかりなので、しっかり勉強になるように食らいついていきたいです。えー、連日本当にたくさんの声援をいただいているので、応えられるように最終日、確定馬目指して全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。3番、宮崎の那須萌美選手です。 足の感じはいいと思うんですけど2日目は児玉選手に離れてしまってちょっと自信をなくしてしまいました決勝戦は取れた位置から前々に組み立てていきたいと思いますいつも応援ありがとうございますしっかり穴開けれるように頑張りますので応援よろしくお願いします4番東京の小林梨子選手です、えー、2日間走ってみて正直状態はあまり良くないんですけど しっかり休んで、はい、決勝に備えたいと思います。えー、決勝戦本当に強い選手が集まっているので、自在に立ち回って、はい、優勝を目指したいと思います。連日応援ありがとうございます。相手強いんですけど、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。5番コーチの山原さくら選手です。2日間走ってみた感じは、えっと、しっかり前前踏めているのでいいと思います。えっと。 決勝戦は本当にいいメンバーが揃ってあのすごい楽しみで、しっかり自分の力がどこまで通用するか試したいと思います。応援ありがとうございます。決勝戦も自分らしい走りで優勝を目指して頑張ります。また応援お願いします。6番、千葉の田中舞選手です。バンクはすごく軽く感じます。決勝戦は強い選手いっぱいいるので、前々に 流れ見ていい位置取りたいと思います一生懸命頑張ります応援よろしくお願いします7番三重の太田美穂選手ですと2日間走ってみてまあちょっと重いかなと思うんですけどまあしっかり自分の走りはで持ち味も出しているかなと思いますと決勝戦も自分の走りをしようと思いますとしっかり3日間自分の走りで魅了できたらなと思います応援よろしくお願いします